岡崎市。岡崎市は愛知県の旧三河国のほぼ中央に位置する市。全国的には八丁味噌の産地として知られ、豊田市と共に西三河を代表する都市、中核市に指定されている。足利市族である細川市、二木市、戸崎市、また鳥居市、大久保市、土井市の発祥地、江戸幕府を開いた徳川家康やその進化で、 半蔵門の由来となった忍者、服部半蔵こと、服部正リや東京青山に名が残る老中、青山忠明ら多くの三河武士たちの生誕地として有名である。中世の鎌倉街道や江戸時代の東海道宿場町、城下町として栄え、歴史的に西三河地方の中心都市として機能してきた。中心部は旧の型群で明治時代初期には、 ぬかた県の県庁所在地であった。また、一部に旧壁海軍の地域もある。研究教育施設や史跡が多く、市の規模に比して文京都市の色が濃い。また、伝統地場産業には八丁味噌、花火、石製品、ぬかたの豆腐などがある。共通語では、岡崎と発音されるが、岡崎市民をはじめとした地元民は、川崎と同じように、 岡崎と平板に発音する JR の駅の行き先放送では岡崎と発音されている。人名、性の場合は岡崎と発音して区別する。岡崎が舞台となった NHK 連続テレビ小説純情キラリや大河ドラマ徳川家康の中でも放映開始当初は岡崎と発音していたが途中から平板な発音に改められた。 2016年には NHK において平凡な発音が地元放送局アクセントとして正式に許容されるようになった。岡崎市は愛知県の中央部にあり、中央高地に連なる水見川高原と岡崎平野の接点に位置する。中京圏の中心都市名古屋市から約 35km の距離にあり、市内を東西に国道1号、南北に 国道248号及び国道473号が通っている。また、東名高速道路の岡崎インターチェンジや、2016年2月13日に開通した新東名高速道路の岡崎東インターチェンジといった、広域交通網の拠点のほか、主要地方道等の愛知県道も多くあり、市内各所で渋滞が発生している。鉄道は市内を東西に抜ける。 東海道本線及び名鉄名古屋本線と岡崎駅から豊田市、瀬戸市方面へ結び、春日井市で中央本線と接続する愛知環状鉄道線の計算路線17駅が設置されている。面積は387.24平方キロメートルで豊田市、新城市に次ぎ愛知県内3位。 人口は2015年10月1日現在の国勢調査結果速報によれば38万1031人で名古屋市、豊田市に続く愛知県内3位となっており2030年まで増加傾向が続くとの推計がなされている。地域の4割を占める東部の山間地帯にあたるぬかた地区、旧ぬかた郡ぬかた町の人口は8551人と少なく 平野部に人口が集中している。太平洋側気候で、特に平野部は温暖で、冬でも雪が降ることは、ほとんどない。また、市内に活断層や、推定活断層は見つかっていない。中央アルプスに発する矢半川が市内を南北に流れ、東西に流れるお津川など、市内に二十本ほど流れる河川のすべてが、矢半川の支流である。市内には、 この豊富な水を利用した大規模工場や水田地帯が多くある。多数の河川により形成された中石平野上に市の中心市街があり、市の東部は南川高原を構成する産地となっている。最高峰は標高789メートルの本宮山であるが、平野部にも丘陵が点在しており、市内の標高差が700メートル以上ある変化に富んだ地形となっている。 地域の約60%が森林であり、その豊かな自然環境から自然公園法に基づき南部の桑谷山周辺が三河湾国定公園に、東部の本宮山及びともえ山周辺が本宮山形立自然公園にそれぞれ指定されている。また、市の中心部には岡崎城があり、城を中心とした岡崎公園は桜の名所として有名である。 岡崎という地名は、中世に明大寺城にあったとされる、明大寺城や、矢作東宿が、辰美が、丘のある丘陵の出先にあったことから名付けられた、ものとされる。初めてその名が確認できるのは、1484年作成の、上宮寺、門と次第のことにある、岡崎との記述である。例年、年平均気温は、摂氏15.2度、平均日、最高気温は、 摂氏32.3度、平均日、最低気温は低、摂氏0.8度、年間降水量は 1452mm である。隣接する豊田市には、豊田自動車の中枢機能があり、岡崎市周辺には、豊田自動車関連企業が多いため、近年は住宅地を次々と造成し、ベッドタウンとしての性格が強くなりつつある。 2015年10月1日現在、38万1031人、国勢調査結果速報。1921年、の人口は約4万2000人で、名古屋市、豊橋市に次ぐ愛知県第3位、西見川最大の人口を有していた。その後西見川では、豊田市が発展。2016年2月15日に公表された、国勢調査結果により、 2015年の人口は38万1031人と、され、名古屋市、豊田市に次いで、愛知県第3位となった。矢作川や大津川流域の肥大な平野部に位置し、温暖な気候のこの地域には、旧石器時代から、人々が生活していた。2期8万宮遺跡やウィゴ号の古本松遺跡等が、旧石器時代の遺跡である。また、ぬかた地区の西牧の遺跡は、 旧石器時代から江戸時代にかけての複合遺跡である。国の史跡となっている六名の佐野宮遺跡は、縄文時代から鎌倉時代までの土器片や遺構、河原家筆などが多く発掘されている複合遺跡であり、カンガートとも言われる。古墳時代には、当初安城周辺に比して、小さな勢力しか存在しなかった。後に、大きな権力を有する豪族が現れ、 4世紀後半には比較的大きなホタテ海形古墳であるオシンゾ古墳が西八チに作られ、4世紀末には直径100メートル以上の当時の三河地方では最大級となる鉱山第1号墳が6ともに作られた。また、蛍光天皇巫女である伊咲入彦の王子母として、宮内庁から事情されているカズシヤマ古墳などの前方後円墳も現れ、 大和王権勢力下となっていたことが伺われる。同じく、慶光天皇御子である大和武の遠い性伐に、関わる伝承も、矢作神社の由一所など、市内に多く伝わる。アスカ時代に入ると、六世紀に、物延守ベ屋の子、神福が元首となり、三河最古寺院神福寺が築かれ、七世紀には、物延修寺寺とされる、巨大古代寺院北の廃寺が建立された。また、 同時期に、岩津古墳群も作られた。702年、大宝二年には、児藤天皇が、人心の乱の功労をねぎらうため、村関山を訪れたが、道山山頂にも、物のし根流と伝わる、村関神社が鎮座する。8世紀中頃に、新城、二木座と、鴨田号、伊賀、伊賀座と、ぬかた座と、浅津座と、六名号、大野号、駅下郷。 山綱のぬかたやさとおよび、壁海軍の駅下橋、宇都うや谷部郷、本郷、鷲しど北野、河内郷、上和田、下和田、壁海橋、青野などができた。また九百二十七年成立の演技式では、三河国造駅として山綱駅下や上頭の鳥穂駅などが挙げられている。古代の物のべしに代わり、中世になると、 藤原氏の勢力が当地でも伸長した。十一世紀の平安時代後期に、藤原南家の藤原秀綱が、三河守になると、一部の領土等を譲り受けた、兄弟の藤原危険が岡崎に移り住み、開発領主として、荘園開発を進め勢力を伸ばした。ぬかたかじゃを名乗った危険の子、藤原富範の三女由良御前は、鎌倉幕府を開いた、源頼朝の母であり、 富のの幼女、神孫は、足利氏宗家初代当主、足利義康の妻である。鎌倉時代には三河は、関東五分国となり、三河守を務めた、富のの養子で頼朝の弟の源の範頼りが、上地八幡宮を創建した。鎌倉街道沿いの明大寺の地には、矢作東宿、矢作宿が設置され栄えた。また、滝山寺は、初代将軍源 よりのいとこが住職を務めるなどし、幕府の被護を受けた。13世紀に、藤原富則の矢者後にあたる足利聖家第三代、足利義氏が上級の乱の恩賞として、ぬかた軍を領有し、鎌倉幕府の三河守護等として、矢作東宿に拠点を構えて、以降、足利氏や足利氏系氏族、足利氏家臣などが代々三河守護を務めた。 足利カ系の細川市及び、二キ市が、現在の市内、細川町及び二キ町にそれぞれ置かれたほか、キラ市、一色市、今川市といった足利カガ流が、西三河に分立されて、足利カの第二の拠点となった。1335年に中仙台の乱の混乱の中足利忠義タダヨシが、追いの仙女王やナリナガ神皇と共に、矢作に逃れ、1336年の矢作側の、 戦いでは、三河の足利一族が、八幡東宿に集まった。室町時代になると、幕府御領所として栄え、多くの奉公衆が置かれた。また、吉氏により、本堂が混流された滝山寺や、将軍、足利義満により混流された、天恩寺等が、幕府の護を受けた。幕府を二分する官能の情乱が起きると、三河の足利一族の間でも争いがなされた。 三河守護を務めていた孔子一族は、乱で、ほぼ滅亡し、乱後に、将軍、足利尊氏から菅尾里の寄進を受けた、孔子出身の二層目屋により、一族の母代書として現、加田町に、掃除山寺が開かれ、門前町が発展した。特に15世紀の室町時代中期から大きな発展を見せ、三河守護に騎士の守護代だった西郷氏が、明大寺や四道山、 原岡崎城に城や砦を築くとともに、矢作川に北野から矢作に渡る堤防を作り、幾筋にも分流していた矢作川を、一筋の流れにまとめた。室町時代後期頃になると、六代将軍、足利義則による三河主護、一式義綱が殺され、代わって細川氏が主後についたものの、立ちに先駆け内戦状態となった。 岩地城を本拠とした国人領主松平氏、第三代松平の光は安久城主山下氏を滅ぼした後、井ノ口の砦を拠点として発生したぬかた軍一騎を幕府万所執事、伊勢貞地下機関として平定し力を伸ばした。応仁の乱では三河への復権を狙う一色氏を三河守護、細川重行と共に破り、戦国時代に 岡崎城や安城城を獲得し、南部まで勢力を伸ばした。その後三河守護が置かれない状態となり、信仰の後は、当初鴨田に分立されていた四代、松平千方だが、伊田屋で、衣城主中城氏らを破り、鴨田の館後に、大樹寺を建立するなどした。五代、松平長地下は、三河に信仰してきた、今川氏地下家,家臣の北条総運を、伊田屋で破ったとされる。 1524年、大英4年、松平宗家七代、松平清康が、山中城の岡崎松平家を攻略し、安城岡崎を兼領する。そして、明大寺の岡崎城から、四道山の砦出に拠点を移し、1531年、京六四年には、四道山の砦出を整備、拡張し、岡崎城、別名、龍城、龍が、城とした。清康の死後、 松平氏が今川氏の庇護下に入ると、地域は今川と織田の交想の前線となり、小津坂の戦い、多くの城が作られた。桶狭間の戦いで今川義元が戦死した後、第9代松平元康は大樹寺で住職に悟された後、生誕の地を河崎城に戻って、旧家診断を再編成し、やがて今川氏から独立、徳川家康と改名する。 以後、織田信長の名友として、勢力を拡大した。1564年、A67 年には、張崎町の正万寺党を拠点に起きた、三河一行一期を平定した。武田信玄の信仰に備えるため、1570年、元気元年に家康の拠点が、浜松城に移った後も、岡崎城は、長男、松平信康、徳川信康が上司を務めるなどし、 長篠の戦いでは、岡崎城から出発した家康らが、片寄せの天音寺を経て、長篠城に向かった。また、本能寺の変に伴う伊賀越えの際には、機内から逃れた家康が岡崎城に帰還した。1590年、天正18年、家康が関東違法により多くの三河武士と共に、江戸に移ると、豊臣家臣、田中義政が岡崎城に入った。 吉政は家康に対する抑えとして城を拡張し、石垣や城壁などを用いた金星城郭にふさわしいものに整備したが、秀吉の守護家康に接近し、関ヶ原の戦いでは家康側に着いた。また、城下町の整備も積極的に行われ、岡崎の郊外を通っていた東海道が岡崎城下町の中心を通るように変更され、現在の岡崎城の原型が作られた。 江戸時代に入ると、岡崎藩が立藩され、徳川家康誕生の地として、別格の扱いを受けるようになった。家康の死に際しては、大樹寺の住職が立ち会い、死後大樹寺に位牌が収められた。第三代将軍の徳川家光は家康への尊敬心が強かったとされ、滝山東将軍の創建、伊賀八万宮及び六所神社の改築などを行い、 現在いずれも国の重要文化財となっている。東海道沿線には、岡崎宿、藤川宿の二宿が置かれ、宿場町が栄えた。また、五万国でも、岡崎様は、お城下まで船が着くと歌われているように、矢作川と大津川の合流地点にある岡崎は、水運の要所であり、矢作川には当時としては、日本最長の矢作橋が架けられるほどであった。 岡崎藩書大藩主の本田康重は、東海道の整備、城下町の建設などに尽力し、岡崎の二十七曲りと言われる多数のクランク上の道が整備された。これは、普段の生活では影響はない曲がり角が、敵軍の吸収の際には信仰の妨げとなるように設計されたものである。また、江戸中期には、矢作川沿いの農村で面作が、盛んに行われるようになり、 三河木綿が特産品として生産されるようになった。歴代岡崎藩主は全て名門普代大,大名から選ばれ、老中を務めた水野忠之や松平幸福、本田忠元など、江戸幕府の養殖者を輩出した。歴代藩主が幕閣に入ったことや臨時会期による出費で、岡崎藩の財政は悪く、 第六代藩主の水野忠達が遊兵されるなど、たびたび藩政の混乱を招いた。幕末に岡崎藩主を務めた本田忠元は、徳川家康の側近徳川四天皇であった、岡崎出身の本田忠勝家本田思想家第十五代で、あったが、母親戦争で徳川方にはつかず、明治新政府軍に組みしたため、脱藩同士との対立が起きた。 最後の藩主となった次の本田忠直は、明治維新後岡崎藩知事を務めた。岡崎の地は、岡崎藩の他にも、南部には、三河中島藩や、大岡越前として、有名な大岡忠助から始まる西大平藩が、北部には、小牛松平家が支配した奥伝藩がそれぞれ置かれ、奥伝藩第八大藩主の松平上部は、老中や陸軍総裁を務めた。また、 藩の他に直轄領や幕府官僚の治療、徳川や菩提寺の大樹寺領をはじめとした多数の寺社領が配置され、徳川家康出身地として、抗義の幕府領として扱われた。明治の世になると、廃藩置県により、岡崎藩が岡崎県となり、岡崎県、ついで、ぬかた県の県庁が置かれた。8世紀から伝わる伝統の三河木綿を引き継いだ。 水車動力の柄棒、官営愛知防石所が創業し、国鉄東海道本線、名鉄岡崎市内線、衣線、名古屋本線が開通し、岡崎の近代化を一層促進した。岡崎は、西三河の中心都市として栄え、西三河中から学生が集まる愛知県立、第二中学校、現、愛知県立岡崎高等学校、愛知第二市販学校、現、 愛知教育大学、岡崎町立高等女学校、現、愛知県立岡崎北高等学校なども置かれた。1916年、大正5年7月1日に市政を施行し、愛知県3番目、全国では67番目の市として、岡崎市が誕生した。太平洋戦争時には、岡崎海軍航空隊が置かれたことなどから、1945年、 昭和20年7月20日に空襲を受け、市街地の大部分が消失した岡崎空襲。市内を走る路面電車の車庫が燃えたため、急遽京都から車両を調達したこともあった。また、資材教室のために西尾線は休止された。太平洋戦争末期には、全国4番目の高等師範学校として、岡崎高等師範学校、玄名古屋大学教育学部が設置された。 戦後、モータリゼーションの流れに押され、名鉄岡崎市内線、衣線が廃線となるが、その後、国鉄岡田線が開通し、トヨタ自動車の自動車輸送やユニチカ、岡崎工場向けの原料輸送が行われた。1970年、昭和45年に、三菱自動車工業が、北野町に大規模な開発センター兼工場を設置するなど、 岡崎市にも工業化の波が押し寄せてきた。それに伴い、厚生地区への大型商業施設の進出も激化した。1971年、昭和46年4月10日には、岡崎ショッピングセンターレオ、各店舗は松坂屋岡崎店が、1972年、昭和47年10月5日には、セントラルパークビルセルビが、1973年、 昭和48年4月には、名鉄サンリバーが完成。1977年、昭和52年7月5日には、岡崎市美湖、各店舗は、ジャスコ岡崎店が開店した。その後、商業の中心地は後世から移り分散したものの、今日に至る間に、西三河地方屈指の商圏が形成され、同地方随一の商業都市として発展した。 岡崎という地名は、もともとは、中世に明大寺町にあったとされる、明大寺城や矢作塾が、辰巳が、丘のある丘陵の出先にあったことから名付けられたものとされる。その後、西郷氏により、明大寺から菅尾里に城が移され、岡崎という地名が拡張されて用いられるようになったものと考えられる。初めて、岡崎という地名が確認できるのは、 1484年作成の上宮寺門と次第のことにある岡崎との記述である。三河国名所図絵には岡崎は協力1528年から1531年以来の名をにして、その以前は菅尾座となりと記載されているため、1524年、大英四年に松平清康が四道三歳を選挙後、取りを 拡張整備士岡崎城と命名して、松平宗家の本城として、以降と思われる。2018年度、平成30年度当初予算。作詞は北原白州。作曲は山田工作であり、1937年6月29日に発表。1962年4月には条例によって、正式にしかと定められた。あまり歌われる機会はない。 2015年の県議選から、岡崎市選挙区は、ぬかた郡選挙区、高田町、定数1と統合され、定数5となった。2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村、名古屋市を除くが120の万博公式参加国を、それぞれ、一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。 テレビ放送は受信場所の地形に応じて、瀬戸デジタルタワー、または、同市内、旧ヌ型町の本宮山山町の豊橋中継局からの電波を受信している。なお、名鉄元宿駅付近では、元宿中継局の電波を受信している場合もある。市の中心部に近い名鉄東岡崎駅が、中核的な役割を担っているが、近年の市南部の人口増加を受けて、 JR 岡崎駅の利用者数が増加している。また、名鉄岡崎公園前駅と、愛館中岡崎駅は隣接している。市内関係の路線のほか、豊田市、安城市、西尾市、甲田町に通じる路線や、中部国際空港への路線がある。市の中心部では豊富な便数が確保されている一方、山間部などの利用の少ない路線では、路線維持のため市が、 補助金を給付している。主な系統は以下の通り。東名高速道路、新東名高速道路。岡崎市は1983年、昭和58年に坂道の愛称を募集した。坂の多い地形である。従来、自動車のナンバープレートは、管轄する自動車検査登録事務所ごとに表示される地域名が決まり、岡崎市を含む西三川。 自動車検査登録事務所管内では、三河ナンバーが使用されていた。国土交通省が2004年11月、新たな地域名表示、ナンバープレート、いわゆるご当地ナンバーの導入についての要望を取りまとめたことを受け、岡崎市、高田町、ぬか田町の3市長は、2005年2月24日から3月6日に、岡崎ナンバー導入に関するアンケートを実施した。結果、 賛成意見が約7割に上ったため、国土交通省に申請することになった。同年7月29日に認可が下り、2006年10月10日より導入された。今後、岡崎市及び高田町において、新規に交付される、ナンバープレートには、岡崎と記されることになる。なお、岡崎市の公用車は2カ年計画で、すべて、岡崎ナンバーに変更される。 1>, 1から3月、4から6月、7から9月、10から12月、岡崎絵門は、愛知県日清市出身の現代美術作家、生徒、君平太の作品。愛知トリエンナーレ2013のプレイベント、岡崎アートジャズ2012の出品作品である。イラストと着ぐるみ、二つのキャラクターが存在する。2012年10月31日に行われた。 同イベントの内覧会で初めて公の場に姿を表す。2013年4月1日、岡崎市から岡崎アート広報大臣に移植された任期は1年間。同年7月10日には、ご当地キャラ総選挙2013の中部地区予選で1位となった。同年8月6日には、決勝大会で全国2位となった。2013年11月24日、ゆる。 キャラグランプリ2013において全国22位となった。市内業者が作る関連商品については作者の承諾により著作権量は発生しない。その効果もあって多くの商品が生み出されるようになった。売れ行きも好調で2013年12月に市内郵便局で限定発売された岡材モンキッテシートは1日で完売した。また、 同年12月22日、日本経済新聞が発表した、ゆるキャラスイーツベスト10で、厚生地区の和菓子屋が製造した、岡沢衛門、ドラ焼きが全国5位に選ばれた。2014年3月31日、岡崎アート広報大臣を退任。岡沢衛門が1年間の間に、岡崎市内に及ぼうした、経済波及効果は、約42億5000万円。 新聞や雑誌への掲載による広告効果は約6億6千万円であったことが退任式で発表された。2016年4月2日、主から再び岡崎アート広報大臣に移植された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。